はい、じゃあライダーズスペックの次は僕は51までなんですけど、次が次俺 53.5 と 56.5 と今年新たに 58.5。 おお、もうワンレングス増えた。これね、やっぱね 58.5 ちょっと2センチだけだけど、やっぱ長いと全然いい。あ、そのこうスピード出した時のね、安定感とグリップがやっぱり全然違うって思って、56.5 でも 56.5 でもちょっとワイドに作ってあるからグリップ強いからすげえいいなと思ってたんだけど、ちょっと長いのテストしたらね、まあスピードの次元がね一足上がったね。まあそうっすよね、あシャドウと、うん、あのワイドな感じでこうしならせる感じ、あトーションでひねっていく感じもあるし、立ってる感すごいもんね、でスピード出せちゃうんでしょ。そう、ずるい、半端ないよ板のあの立ってる感じを、で立ってるのをがっつりキープしたいなと思って、でグワーンって深くほんと気持ちよく回ってくるようにしたいなと思って、これスラントサイドウォールちょっと調節した。おこの状態から気持ちだよ、気持ちちょっと立てた、エッジのグリップ感全然違う、強さが、まあ、S でも変わるもんね、いじった時に、でワイドボードで変えるとさらに違うんだなと思った。あそっかそっか、乗る位置広いからね。うもう結構もうこのライダーズスペック自体マニアックに作ってるからね俺らが。でもともとパケっていう形じゃなくて、踏んだら踏んだ分グニャーってしなっていくっていうのが俺やらせてもらってるあのライダースペックの特徴だから、ハイスピードでグリップ強いのにあれグラトリ打てろ、ポーンって返ってくる感じをグーって自分でパワー貯めてっていうのがマニュアル感でできるから、逆にスピードを出してくると返ってきてほしいもんね、早く。その辺がね、ハイスピードの次元でのマニュアル車が出来上がったって感じ、ライディングベースの。聞いてたらその58超乗りたいですね。乗りたいでしょ、58乗ってない、あ、ヒロ君乗ったか、58一回乗った、ね、すげえよすげえよ、あれほんとすげえ、なんかでもね、レギュラーサイズの58だから、なんだろうね、やっぱ長く感じるよね、ちゃんと長さを感じる、ちゃんとしっかりある、58いつも乗ってるから58のワイドにすごい興味がありますよ。そうだよね、乗る位置広いっていうのは、結構カービングが好きでね、この板に乗ってみたいって思う人だったら、なかなかあれだけど53とね58とか、56と58とかってこうやって2本持ってたりとかね、逆に乗り比べたりすると1本だったらやっぱり 56.5 がもうほんとオールマイティー、オールラウンドだけど、そう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 、下と上を持つっていうのもね、ありかなって思う。ぜひこうニューリリースされた 58.5 ちょっと楽しみに、まあ 53.5、56.5 はちょっと今までもすごい評判良かったんで、あえて残させてもらって、でもスラントだけちょっと調整してグリップの強さを増してるんだけど、3機種になりましたんで、ぜひともよろしくお願いします。はい、チャース。